私のジャッキーニュースチャンネルへようこそ。丘みどりさんのディナーショーがダブルブッキングで中止に、名古屋観光ホテルの説明に疑問と批判殺到。丘みどりさんは2日に名古屋観光ホテル内西への間で、東海ラジオ放送が主催の丘みどりディナーショーからウィズ中尾ショーとエバーグリーンバンドから、料金税込み3万円定員220席を昼夜2部制で開催予定でした。NHK 紅白歌合戦に過去3回出場している人気演歌歌手の丘みどりさん、本来イコール丘みさと38歳が2日に名古屋観光ホテルで開催予定だったディナーショーが急遽中止となり、その原因がホテル側のダブルブッキングだったことで大騒動に発展しています。この発表を受けて丘みどりさんは2日にブログを更新し、ディナーショーの中止は1日夜にホテルへ到着した後に発覚したことを明かし、私自身もまだ把握できていないことだらけで、何がどうしてどうなったのか、眠れぬ夜を過ごしましたが、結果としてこのようなことになってしまったことをこのブログでもご報告させていただきます。と綴り、ファンなどに謝罪の言葉を綴っています。しかし、当日になって名古屋観光ホテルの公式サイトが更新され、名古屋観光ホテルの不手際によりまして開催会場である3階内西への間を確保できておりませんでした。つきましては、ディナーショーを開催することが不可能となりました。と、総支配人名義でディナーショーの中止を発表し謝罪しました。ホテル側はチケット代金に加えて、交通費と宿泊代の返金対応なども発表した上で、日を改めてディナーショーを開催できるよう調整を行っていると説明しています。ホテル担当者は直前までこれを主催者側に伝えず、希望の宴会場を抑えていると虚偽の報告をしていたといい、そして前日夜にダブルブッキングが発覚したことで、主催者側と協議の末に中止が決定したとのことです。このトラブルについてホテル側は、ホテルの宴席の受注契約のフロー及びチェック機能が社内で確立できていなかったことが原因でホテルの全面的な不手際です。と全面的に非を認めています。名古屋観光ホテルの総支配人は3日に、ディナーショーが中止に至った経緯を公式サイト上で説明し、主催者の東海ラジオ放送から予約の申し込みがあったにもかかわらず、同じ会場に別の予約を入れてしまったとしています。ホテル担当者はダブルブッキングだと承知の上で、要件を満たさない別の宴会場を丘みどりさんのディナーショー会場として抑えたそうです。そして、ホテル側のダブルブッキングによるディナーショー中止トラブルに対してネット上では、間違えてダブルブッキングしてしまった。簡単ふ、じゃないんだ承知の上で。ってなんでまた、担当者真っ青になっているだろうな、って思ってたけど確信犯だったってこと？さらに立ち悪いね。普段からそういうことがまかり通っていたのでは？今回は通用しなかっただけで。いろんな人が絡んでるし、打ち合わせも何度もあるのに、関係者全員が直前まで気づきませんでしたってありえないでしょ。承知してて、さらに当日知らせるとか何がしたいの？嫌がらせ？会社の損失やイメージ失墜になるだけなのに意味がわからない。別会場を主催者に無断で抑えるとは、結構荒い対応なので、なぜそれでまかり通ると思ったのか。担当者の意見や詳細が知りたい。本当に上司に相談も報告もせず？などの声が上がっています。丘みどりさんのディナーショーは、6月時点で名古屋観光ホテル内西への間での開催が発表されており、ファンクラブ会員の先行受付も行われていました。ホテル担当者は、なぜダブルブッキングだと分かった上で新たな予約を受けたのか、本番前日まで東海ラジオ放送側に会場変更の連絡や相談などをせず、虚偽報告を続けていたのか謎ですし、この事実を他の従業員が把握していなかったというのも疑問で、総支配人の説明が全て事実とすれば管理がずさんすぎて驚きです。
ちなみに2日にダブルブッキングしていたのは結婚式だったとの情報が SNS に流れており、ミュージシャンの方がツイッター上で2日13時から名古屋観光ホテル内西への間で開演と書かれた結婚式の案内状、会場の写真を公開しています。どういった理由で後から入った結婚式の予約を優先し、丘みどりさんのディナーショーを要件も満たさない別の会場に変更したのか不明ながら、あまりにも濃すぎるトラブルによってホテルの信用はガタ落ちですが、今後また同様のトラブルが発生しないようにきっちりと対策を行ってほしいものです。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。